はい、ナマステ。このビデオは、JFND の、オンライン日本語教師研修ですね。その中でも、行動中心アプローチのコース、そのコースの第1週の、ビデオになります。はい、このビデオ、このビデオは、皆さん、画面を録画しても構いませんし、僕の声を、録音しても構いません。それから途中で止めてもいいですし、早くね、2倍とか3倍の速さで聞いても構いません。特に、日本語が第一言語の人は、多分2倍とか3倍で聞いた方がいいと思います。それから一番最後に書いてありますけど、これですね。著作権はクリエイティブコモンズになっていますね。つまりそのクレジットを入れれば、無断でコピーとか転載しても構いません。クレジットは、ジャパンファンデーションニューデリーでお願いします。はい、じゃあまずこのコースについて、お話ししてみたいと思いますね。はい、最初はこのコースについてお話しします。今週全体では、この1から5まで、この、内容についてこれからお話をしてみたいと思います。このビデオではまず、この1番についてだけお話ししますね。最初の Can Do は、このコースの予定に沿って準備できる。はい、これになります。じゃあまずですね、このコースの最終的な目標なんですけど、最終的な目標は、行動中心アプローチに沿ってコースデザインができる。これがこのコースの最終的な目標です。で、特に自分のコースで使う日本語をですね、日本人に確認してもらえるようになるっていうことですね。これネイティブチェックって言ったりもしますけど。はい、それから、最後の週の発表会で、自分のコースと授業のスライドについて発表できる。これも、一つの目的にしています。目標にしていますね。はい、で、このコースの、大体の予定としては、内容はですね、こういう3つぐらいの内容があります。最後の最終的な目標は、行動中心アプローチでコースデザインをするっていうことですね。で、そのためにはですね、CDS、Can Do Statement っていうものが必要なんです。はい、これがどういうものかっていうのは、また後で説明しますけどね。じゃあ、例えばどういうものかっていうと、一つ私の例で、話すと、これ私の、ヒンディー語の、Can Do Statement ですね。バンガロールのタクシー乗り場で、相手が聞き返して確認してくれれば、自宅までの帰り道を説明できる。このぐらいですね。このぐらいだったら私ヒンディー語でもできますけど。はい。はい、で、これが Can Do Statement、CDS の一つです。で、こういうのをたくさん作ってコースデザインをするんですね。はい、で、この、まずその、だけどこういう Can Do Statement をたくさん作るにはですね、その前に行動のリストっていうのが必要なんですね。つまり、どんなことをするかっていうことです。どんなこと。で、この場合はですね、職場からオート三輪で帰宅するっていう、これがその元になった行動です。で、この行動して、この行動で、そして私のレベルね、私のヒンディー語のレベルを考えると、このぐらいが、今ちょうどいい、私の CDS としてちょうどいいぐらいですね。はい、でね、じゃあこの行動っていうのは一体どういうふうに出てきたのかっていうと、どんな分野の行動なのか、どんな分野の行動をリストにするかっていうことを考えなければいけません。で、そのためには、私の例で言うと、バンガロールで働く日本人の行動っていうわけですね。はい。で、なので、実際の授業では最初にどんな分野の行動をリストにするかを考えて、その後で行動のリストを作って、そして最後に CDS のリストを作るっていう、こういう形になります。はい。それでは次のビデオでは、文系シラバスと行動中心アプローチの違いについてお話ししたいと思います。フィルミレンゲー。あれ？